持ってきてくれて、岩田のおみかんありがとう。やっぱり冬はねみかんだよね。さあこれでお料理作ってこうね。今回はみかんのマシュマロムースを作っていきます。しっぺいのマシュマロボディにぴったりだね。それではしっぺいの腹ペコクッキングスタート。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今回のメニュー、はい、みかんのマシュマロムース、どういうふうに作るんですか？みかんの汁を絞っていただいて、それをマシュマロ、牛乳、温めたものに加えてそれを固めます。さあお鍋でですね、牛乳を温めてそこにマシュマロを加えて溶かしたいと思います。お鍋に入れていくんですね、はい、あ、何かやろうとしてる。みかんそのまま入れないからね、はい、ほら独占して、はい、ちょっと火が強すぎますと焦げ付きの原因になりますので、間で火を止めていただいたり、うん、もう極力弱火でゆっくりと溶かしていって、うん、いっていただく感じになりますね、うん、マシュマロの固形物が見えない程度までゆっくりと溶かしていきたいと思います。すごい、本当だ。しっぺいと同じようにマシュマロボディのマシュマロのカラーで、うん、トロンとしてふわんとしてますね。そうですね。しっぺいくんみたいにふわふわです ね。先ほどのみかん、このみかんですね、はい、を絞りました。 50cc ですね、はい、はい、加えていきます。とっても色が綺麗、はい、よく混ぜます。でこれが混ぜ合わさりましたら器に盛り付けていきます、うん、じゃあ器に先に剥いておきましたみかんを入れて、その後にこのムースを注いでいきたいと思います、うん、何粒ぐらい入れればいいですか？そうですね、一つの器に3粒ほど、はい、はい、もう一つ頑張ってください。はい、いいですよ。はい、ありがとう、はい、できました。ぜひねご注意いただきたいのが、うん、少々温かいものを注ぎますので、ぜひ耐熱のね器があればそちらでお願いいたします、うん、はい、固まりました。はい、2時間経ちましたね、うん、はい、2時間冷やして出来上がったところで、はい、召し上がりの前にちょっと彩りでのミントをねこう添えていただければ素敵かなと思います。おしゃれ、はい、さあみかんのマシュマロムース出来上がりました。完成。